こ秘密ゼロ。ほら。はい、三枝さん、こんにちは。こんにちは。前回私が初めてリンゴルフに出させていただいて、はい、頑張ってフィッティングしてきました。あのフィッティングをした後に三枝さんとお別れをしてですね、あの皆さんこんにちは、アップバンクの宮下と申します。リンゴルフの、何をしてるんだ、いろいろしています。何かあったら私まで営業もしているし、なんかいろいろやってます。村方ですね、はい、はじめまして。はじめまして。はい、でこの前フィッティングをしてきました、はい、でその後自分のねクラブがやっと出来上がるっていうところで、そのクラブが作られる工場にそのまま車で行ってきました、うん、で工場でクラブが作られる様子を見てきましたので、うんうん、その動画を一緒に見ながら感想を言わないといけない、うん、はい、そんな動画です今日は、はい、なので早速見ましょう。はい、これがアップバンクのやり方で、イヤホンをお互いの耳につけてですね。嫌ですねこれ、この映像嫌ですね。でしょ、うん、なんで兄弟でこんなことせなあかんねんって、うん、はい、動画を見ながら、お互いじゅんちゃんというならやっといたけど、うん、はい、じゃあ動画スタートします。ドン。はい、皆さんこんにちは、アップバンクの宮下でございます。ピンの本社にやってきました。ピンって書いてありますよ。これ工場ですか？そうそうそう、本社兼工場。本社かつ工場なの、ここは。だからこの工場でそのドライバーが作られる工程っていうのをそのまま見せてもらえるので、見学に来ました、ね、でちょっと気になるところがあったんでちょっと見ましょう。ほら、ほらほら、すごいでかいトレーナーだよ。これあの大会とかに来て、あれは多分ね、あれだよ、あのトーナメントとか行った時に、うん、こういうツアーバンっていうのがあって、ツアーバン、ガチャ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 とかやるやつだよ多分。で調整しといたからっていうやつだと思う。かっこいいね。じゃあ行きましょうか。色がかっこいいですね。はい、それではフィンの工場にもう来ちゃいました。すごいすごいぞ。なんかいろいろ並んでます。で今日を、担当してくれる根岸さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メガネのところ、あ、ありがとうございます。安全のために来てもらってます。まあ、簡単な工場の説明をしています、うん、ます。一番右のラインが、アイアンラインになります、うん、でこの真ん中がウッドラインになります、うん、で一番端ですね、窓際になるのが、パタライン、はい、それぞれの、カテゴリーでラインを組む。じゃあ、はい、行ってみましょうか。じゃあご案内します。はい、入り口パーツになります、はい、じゃあアイアンから行きます今回、なのでアイアンの作り方を見ようということです。僕のドライバーは次です、はい、50度の SS、 右側が、シャフトになってきます。シャフトいっぱいある、はい、でアイアンの、まずスタートですね、色入れ、色入れ、はい、アイアンとパターには、カラーコードというものが、アイアンには、12色の、はい、これ知ってる、ピンのやつで、あ、手の長さと、身長とかでこの人のシャフトの長さとか来角はこれみたいな決める色がある。でそのポジションを先にやっとくと前何色だったからってもすぐ分かるから、それやってんの。まず上に12色の塗料があります。で、その塗料に対して中に青いライトがあると思うんですが、こちら UV ライトになってます。いや手作業半端ない。ここが色入れ終わった後にちょっと力を入れて落ちないかどうか取れないかどうかという最終確認。綺麗に入ってるね。カラーコードなんですけども、僕アイアンのフィッティングちょっとピンさんで事務所近かったんで行った時に、身長がいくつですねっていうこととか、確かこれはなんか手の高さですねみたいなことで、あの地面から手の高さを測ってもらって、おそらくあなたはここですねみたいな形でやってもらったんです。ちょっと調整していって最終的にこの色ですって言われるから、なかなかシャフトの長さとか変えてくれないじゃないですか、フィッティングって言っても。ピンはそこまでやる。このシャフトの、加工ですねになっていきます。これが大元です。スチールですね、はい、このままだと接着圧力してるから、接着剤が、全くつかなくて接着強度っていうのが、生まれてません、はい、なので傷をつけてあげます、はい、
すごいやっぱ音がすごいね、うん、工場だから、あの声が負ける、うん、こういった動作すごい綺麗だ。あとはヘッドとシャフトをつなぐためのペラルと呼んでますが、まあ、タカさんではソケットを打ち込みます。ソケットって言ってくるのはペラル、こちらカーボンになるんですが、このようにです、ね、取れたりする、はい、この中に接着剤を入れていきます。接着剤入れた。おお、結構つけますね、接着剤。あ、でも取るんだね。接着終わったものっていうのはここが出てます。この出てる部分を研磨してます。ほら、また手作業。こういう状態で。すごいよね。角度調整に入っていきます。一番のあれですよ。そうですね、はい、一番の、首ですね。首です。内角を調整するとき、これすごいよ、これすごい。内角調整、ハンマー殴るの。そう、なんで分かったの。ほら、これはすごかった。ほらほらほら、あの人すごい上手い職人。うん、こういうネックを挟んでこういう形にしてあげて、ここの動きが内角になります。なのでアップライト、フラットで立たせる、寝かせる、この動きですっていうのを。あ、これロフトですよ。これロフト、こういう動きをしていく。基本的には全て判断は機械がしてくれます。で、赤いボールがターゲットになる。で、ボールが現状地です、はい、この緑のボールを赤いボールに重ねる。一緒にするってことですか。この許容範囲というものが、はい、プラマイ 0.2 度、まあ、これも機械判断を。じゃあどうぞやってみます。やってくれるって。今ちょっと、フラットに、はい、で、ヘッドを立てます。立てた、5番にしてる。5番もう終わった。画面の方で一緒になった。一発だ、すげえ。すげえ、ないじゃん。本当だ、すごいね、一発でいったよ。てか、ネギスさん、口調早いんだけど。ネギスさん、これみんな緑だから、うん、ほら、これ回ったからっていう、ね、あったよって言って一回したったらもうできるから。それを可能にしてるのがここのくぼみ。このくぼみを捨てずに叩いてあげてるので、ヘッドが曲がる。現状がここになります。はい、お、やらせてもらった、はい、絶対違う方向に飛んできそうなんだけど。ハンマーか。違う、アイアンが。ヘッドがこうはいかないんです。こういくので、はい、ここでいいんですね。はい、ここです。なんか負けてそうだけど。何？ほら。行き過ぎた。ちょっとでいいんだ。アップライトで叩いてみてください。はい。あ、当たり所がね、弱いな。なんか、なんか負けてるよね。怖い。ちょっと弱しました。若干ですね。今2回くらいでやってるぞ。あ、今いいんだな。1回でしょ。変わってない。なんで？あ、空振り。もう恐る恐るになっちゃうじゃないですか。そうですね。ここのヘッドを見てると、ヘッドがこっちに動いてる。はい。なので、あ、じゃあ、ここか。はい。そんなこと言ってるね。アイアンボロボロになる。全然当たってない、ちゃんと。打てないクラブなんですかね。置いてる。あー、よかった。これ、もたもたしてたら、後ろのラインに怒られるわ。こちらの作業です。まあ、秒数が決まってますので。秒数、あの人すごいよ、すごい。あと根岸さんも超速い。これ打ったのは練習用のもので、あの商品じゃないのでご安心ください、はい、角度調整終わりましたら、はい、カットに入ります。ウッドはバランスを取るためにシャフトをカットしないとバランスが取れません、はい、アイアンとパターンというのは角度調整というものがあるので、アップライトにすると短くなります、はい、フラットにするとそうだそうだそうだ、長くなるので、若干ではありますが、はい、長さの変動がある。
ていう兼ね合いでカットがハート。すげえ繊細。繊細だよ。で、カット終わりましたら、これから、テープを引かなきゃいけないです。で、巻き方はラセンテープ。一番グリップっていうのは、バッチで握る場所になるので、一番繊細な場所になります。まあ、そこを完全にすることによって、勉強が少ないというところが、ピシッとはまるみたいな。はい、そこが、本当にこだわって、アイアンとまた全てですね、使ってまいります。すごい。ところ、崩壊しちゃってるよ。螺旋崩壊しちゃってるよ。簡単に作業をやってるんですけど、非常にこれも難しい。これは難しいよ。だってまず巻くのがもうぐりぐりになってない。螺旋状だしね。おう、つけていきます。ゴムみたいな。そうです。隙間がある。隙間が空いてます。こういうような感じ。お、パチッとはまった。はい、この、重りもですね、準備してますので、アイアンごとに、こうまたバランスを決める。女性のスタッフもいるんだよね。なんか男の人のなんか職場っぽい、職場っぽいとか力作業な、力も入りそうな感じもするけど、こう繊細な。おお、早っ。ここにも乾燥時間とか、こういったものを準備して、ここに、どうだろう、管理番号というものを打っていく。はい、シリア登録っていうものを、アイアンに関しては、していきます。ヘッドの掃除、シャフトの掃除。おい、4人がかりで、5人で綺麗にしてるよな。主品というものをかけていきます。あー、お店にあるやつ。はい、最後に、装飾になります。で、検品業務終わりましたら、ここから出荷という形になります。今1個気づいたのが、はい、検品のプロセスが結構簡単になるように作ってる気がなんとなくするんですけど、基本的にはですね、各工程でチェックっていうところをやってますので、うん、ただ一番大事なところです、ね、で、どんなにラインの中でいいものができたとしても、うん、最後にここなんです ね、 そうですよね。ここで、うん、物に対して、うん、送り先を間違えてしまうとかっていうのはやっぱりそうですよ、ね、あるので、うんうんうん、はい、もうここは非常に大事、ね、だからなるべくシンプルに作ってあるんですよ、ですね、ここは。そんな気がするみたいで、はい、いや見た、工場見学だという形で、はい、アイアンの方はありがとうございます。さっき回ってて思ったんですけど、はい、工場っぽい匂いもなければ、はい、みんなもなんかそんなマスクしてたりしなかったりとかしてるんですけれども、これは大丈夫なんですか。大丈夫です。大丈夫なんですというのが、2年前になりますかね、有機溶剤というものを一切なくしました。環境面からそれにしようと決めたってことですか。そうです。そこは、溶剤は使ってますけど、うん、有機溶剤と呼ばれるものに関しては、うん、今一切使ってます。じゃあ体にそんな害のあるものではない。そうですね。匂いとかそういった環境の部分に関しては、もうちょっと何年も前から改善という形で進めたりします。なるほど、素晴らしいです。ああ、次にドライバーとパター。はい、ありがとうございました。ではパターがこういう風に出来上がるということで、工場は本当に私自身も行ったことがあって。あ、そうなんですか。ピンさんじゃないですけどね、他のメーカーの工場は行ったことがあって、こうまた違う中を見れたので。全然違うでしょ。全然違いますね、うん、やっぱそれぞれ工場によってこうなんていうんですか、作業の工程も、へえこういうのあるんだとか、うん、こう結構全部見れた。組み立てに関して全部見れた。企業秘密なしで、あれでだからあれですよ、フィッティングが終わってこれをくださいって言われたら、その2日以内にはもう作って送るっていうんだから。早い、ね、なんせ、うん、で手作業で一つ一つやってるっていうのはやっぱすごいよね、うん、で2日以内に送っちゃうわけだから、うん、だってあの順番でやったから基本的にもうアイアンできてるからね。で、あのままほやほや受け取ったんですか、ドライバーはね。ーで、その気になるドライバーはこの次なんです。はい、じゃあ次の動画はドライバーとパター編です。私の買ったドライバーが一体どうなるのか、お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック。
チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。